忘れた。はい、オッケー。で、今度は左足いきましょう。もう一度後ろから後ろに1で、右手をついて左手を開きます。はい、戻す。後ろ前開く2。はい、後ろ前開く3。はい、続けましょう。いいですね。はい、後ろ前4。はい、ラストいきます。後ろに引いて前について開きます。はい、 OK です。では次ですね、四つ這いになります。手をついてお尻を後ろに引きます。この状態からお尻を引く。こんな感じですね。四つ這いになって手をちょっと前に出します。で、このままお尻を引く。で、元に戻す。10回いきましょう。1抜け、はい、戻す。はい、2、はい、戻して3、どうも、はい、戻す。4、はい、戻して5、はい、戻して6、はい、戻す。7、はい、戻して8、はい、9、はい、ラスト10、はい、OK です。はい、では次は手をついて腕立て伏せのような姿勢になります。で、この状態で足を前に出す。右足を前、左足を前、こんな感じですね。そうです、いきましょう。8回いきます。腕立て伏せの姿勢になって、で、右足から前に一歩出しましょう。1、はい、2、左足、はい、3、右足、1、こんな感じですね。5、6、はい、7、はい、ラスト、8、はい、OK です。だいぶ温めてきましたからね。で、最後ちょっとストレッチラストいきます。立っていただいて膝を曲げてもいいので手を床につきます。で、この状態から体を前に持っていきましょう。で、足で体を立つような感じで持っていきます。そうです、そうです、いいですね。もう一回いきましょう。まずは手をついて前に進みます。で、はい、足をその状態いけるとこいったら足を持ってくる。半歩ずつぐらい、1、1、1、そうです、ナイスです。 OK、 ではストレッチ終わったので、ちょっと水分補給してトレーニング準備をしましょう。水飲む方は水飲んでいただいて構わないです。見えないから。はい、 OK ですか。
よみたいな。OK ですね。では、体幹トレーニングいきましょう。四つ倍になります。四つ倍になって、手が肩よりも前に行かないように、肩の真下に手をついて、足を開きましょう。膝がちょっと、かばす、こばすでも後ろに行きます。少し後ろに。そうです。で、この状態から手を上げる。そう、まっすぐ上げて。そうです。で、まっすぐ上げた状態でキープします。そう、OK です、OK です。あ、膝ついていいですよ。そうそうそう。OK。では行きましょう。20秒行きます。レディー、ゴー。体がずれないように。お腹でキープします。この状態で、四つ前から上げるだけです。3、2、1、はい、OK。では今度は反対側に行きます。反対の手を伸ばします。この状態をキープしたままですね、体が横にずれないように気をつけましょう。はい、上げてキープ。はい、2秒いきます。いいですね、皆さん。そう、手上げてキープ。はい、残り5秒。4、3、2、1。はい、OK。いいですね。で、次は今の姿勢から、この状態から膝を少し下げます。で、このままキープした状態で足を後ろに伸ばします。この状態でキープしましょう。支えるのはお腹周りですね。お腹周りで体をキープします。はい、では四つ倍になって、左足を伸ばしていきましょう。レディー。はい、ゴー。伸ばして、キープ。で、これで呼吸を止めないようにします。鼻で吸って、口から吐いて、ふー。鼻で吸って、口から吐いて。あ、いいですね。足上げすぎないように気をつけましょう。そう、そのぐらいでいいですよ。3、2、1。はい、OK。はい、今度反対行きましょう。同じ形で四つ倍を作ります。で、足を開いて、このままの状態で伸ばします。右足伸ばしましょう。はい、行きます。レディー。はい、スタート。キープして鼻で吸って口から吐いて肘を伸ばしましょう。そう、はい、いいですね。はい、あと5秒。4、3、2、1。はい、 OK。 ナイスです。いい感じです。で、次は横向きでやります。横向きになって両膝を曲げましょう。膝を曲げる。90度ぐらい曲げましょう。こんな感じですね。で、肘は肩の真下に来るような形でキープします。 OK。 で、このままここを上げます。この横骨盤を上げてお腹でここでキープします。で、手は前。こんな感じですね。はい、では行きましょう。20秒いきますよ。レディー、ゴー。はい、アップ。そうです。ここをしっかり上げましょう。下がらないように上げる。で、呼吸しましょう。はい、頑張って。5、4、3、2、1。はい、OK。 いいですね。皆さん、ナイスです。で、今度は今の状態から、足上げ、あと、ここを上げたらですね、手は横にして、足を上げます。この状態でバランスキープ、お尻使います。いきましょう。そうです。レディー。はい、ゴー。ここが落ちないように、体が横が落ちないように、頑張ってアップ。
あ、そうすると逆に高いやつやってます。山崎さん、ここの横側をちょっと上げましょう。そうです、そうです。はい、頑張って。5、4、3、2、1。はい、OK。はい、今度反対側行きましょう。肘をついて、肩の真下ぐらいに行って、両膝を引きます。で、このまま、ここを上げる。ここを上げて、こっちの足は上げないですよ。このまま。で、前を、手を前に出しましょう。はい、レディー。はい、行きます。ゴー、キープ、1。そう。しっかり横側を上げて、くびれを作るところですね。横のお腹、しっかりしていきましょう。はい、10秒。頭下げないように気をつけて。まっすぐ見て。はい、3、2、1。はい、OK。OK です。いいですね。で、次は横に手を置いて、体を上げたら足を上げます。しっかり上げてくださいね。はい、では行きましょう。よーい、スタート。ここをしっかり上げていきます。いいですね。あ、田村いいですね、その状態。もうちょっとお腹上げて。山崎さんももうちょっとお腹上げましょう。頑張って。5、4、3、2、1。はい、OK! ナイスです。いいですね。こう重力が横からかかってくるってことはあんまりないので、体の側面に刺激を入れたと、あとお尻ですね。OK、OK。では次、行きましょう。上向きをやります。手をこんな形で足を伸ばしましょう。手の向きは、指先が自分の体の方向に向くような形ですね。でこの状態で、体を少し上げていきます。こういう感じです。頭をこうやって首を上げてしまうと首痛くなっちゃうので、顎を軽く引いてぐっと持っていきましょう。はい、いきますよ。よーい、スタート。はい、上げて、キープ。いいですね。そう、上げて。そうです、いいですね。そう、頭その位置ぐらいでいいですよ、山口さん、その状態。5、4、3、2、1。はい、OK! ナイスです。でもいいですね。次は、背中、もうちょっと、今のも背中なんですけど、もう少し声かけていきましょう。この状態、今度は膝を曲げます。曲げて、肩幅に足を広げます。で、手を置いていただいて、同じです。体を上げる。この状態で、肩が上がらないように気をつけましょう。背中でしっかりぐっと、体を絞っていきます。はい、行きましょう。いくら欲しいですよ。レディー。はい、上げて、ゴー。はい、キープ。あ、いいですね。まっすぐになってますね。素晴らしい。肩に力入れないように、こうならないようにしましょう。はい、10秒。呼吸止めないですよ。半熱して、口から吐いて。はい、3、2、1。はい、OK。OK。じゃあ、ちょっと一旦水入れましょう。ちょっと水分を補給していいですよ。はい、行きましょうか。じゃあ、準備ですか。OK。では、次は、ちょっと負荷をかけて、動きも入れていきましょう。四つ這いになって、この状態を作ります。さっきと一緒ですね。四つ這いから、左手と右足を伸ばします。伸ばします。
で、肘と膝が立ち。で、伸ばす。肘が曲がらないように、こちら伸ばしたまま、立ちして伸ばす。立ちして伸ばす。やっていきましょう。これは10回いきます。では皆さん同時にいきましょう。まず四つ前になって。そうですね。で、左手と右足を伸ばします。いきますよ、レディー。はい、伸ばして。はい、タッチ。肘と膝タッチ。そう、で、伸ばす。はい、OK。2。そう、タッチ。伸ばす。そう。いいですね。はい、タッチ。伸ばす。OK。はい、タッチ。伸ばす。5。はい、タッチ。伸ばす。6。はい、タッチ。伸ばして。7。タッチ。伸ばす。8。頑張って。9。はい、ラスト。はい、OK です。ナイス。OK。で、今度は反対、右手と左足を伸ばしていきます。今、皆さん、いい感じだったので、しっかり固定していきます。この状態で、最初の状態をしっかり維持した状態でいきましょう。はい、伸ばす。手と足伸ばして、はい、タッチいきましょう。はい、タッチ。1。はい、伸ばす。はい、タッチ。はい、伸ばす。2。はい、タッチ。はい、伸ばす。3。はい、タッチ。伸ばす。4。はい、タッチ。伸ばして。5。はい、6。よいしょ。7。はい、8。9。ラスト。はい、OK。ナイスです。で、次はですね、負荷をちょっと高くなっていきます。仰向けで寝ます。で、手と足バランスします。で、このまま円を描くように動かします。こんな感じです。動ける範囲で手と足を揺らしながら動いてみましょう。時計回りに行きます。では20秒動かしてみますよ。はい、レディー、はい、ゴー、よいしょ、はい、動いて、動いて、回って、はい、はい、はい、回って、回って、あ、いいですね、止めないで、はい、回って、はい、そうそうそう、はい、3、2、1、はい、OK! ナイス、ナイス。で、今ちょっと見てて、まあ、こういう動きしたことないんで、なかなか体が動かしにくいんですけど、この出た足は、こういう状態よりももっと楽に動かしていいです。いっぱい動かして。動かして。で、反対、今度は反対回りいきます。反対回り。はい、では行きましょう。レディー。はい、ゴー、スタート。そう。体動かしていいですね。お父さんいいですね。お子さんたちが。だいぶいいですね。そう、頑張って。はい、10秒。はい、動かすの、動かすの。はい、はい、はい。はい、OK。ナイス。OK です。で、次は、ちょっと背中周りから、お尻いきます。で、背中で、で、万歳。で、上を向かずに、下を向きます。で、このまま、ぐっと寄せる。万歳して、寄せる。この状態で、ぐっと寄せます。そう、では行きましょう。下向いて、下向きで、バンザイ。から、右を引きます。1。そう、はい、肘引いて、2。はい、バンザイして、3。
と、肘を引いて、し、と、はい、五、万歳、引いて、はい、ナイス、はい、万歳、六、ナイス、はい、万歳、七、はい、万歳、八、はい、万歳、九、はい、ラスト、グッド、OK! これは猫背とかに非常に有効なトレーニングになります。背中を、胸を張るトレーニングですね。ちょっと胸張る。背中を引くことで胸を張ることができるんで、ちょっとたまに、うつ伏せになったり、まあ、座りながらこういう状態でやっても、肩こりだったりとか、こういう丸くなった姿勢を改善できます。OK。では、ラスト。次は、膝立てでもいいですし、できる方は腕立ての姿勢で、どっちでも構わないです。膝立ちでも OK。どっちでも OK。で、肘をついた状態を作ります。で、このまま起きる。寝る。左手で起きたら、左手で返して、右手で起きる。っていうのを続けていきます。なるべく早く。で、右と左はもうどっちか分からなかったらそのまま続けてください。とにかく動かします。で、体がずれないようにお尻を振らないように頑張りましょう。ではこれ最後30秒いきます。レディー、はい、ゴー。はい、気づいて、起き上がって、気づいて、起き上がって、気づいて、起き上がる。さあ、1、10秒、はい、待って、1、半分、1、準備できました。よいしょ、よいしょ。はい、OK、もうちょい。はい、OK。ナイスです。OK。トレーニングは今のでラストになります。で、やりっぱなしで終わらないように最後ちょっとクールダウンやっていきましょう。では、長座になります。足を伸ばして、手をついてお尻を引きます。そうすると、ももの後ろが伸びやすくなります。で、手をついて、足を倒るような形で、つま先まで行ければ OK、足の裏まで行けたらもっと OK、伸ばします。で、鼻で吸って、口から吐くようになる。はい、OK。では、足を伸ばし、開いて、開脚します。で、お尻をまた手を引きます。で、右手を横に、左足に向かって伸ばしていきます。では、遠くに、脇腹ともも裏伸ばしましょう。はい、OK。で、反対。ナイス。おしょ。はい、OK です。では、右足を伸ばしましょう。で、右足に乗せて、で、膝、かかとをぐるとお尻の方に寄せます。このお尻を伸ばしましょう。はい、OK。反対いきます。また左足伸ばして、かかとお尻の方に、このお尻ですね。はい、OK。では、手を前に出して、膝立ちで、ぐーっとお尻引いて、背中伸ばします。
はい、OK です。では皆さん音声ミュート解除していただいて構いませんので、あ、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。で今日は体の体幹といわれる軸を作るようなトレーニングがメインで、まあ、姿勢改善であったりとか、その体型バイタリーっていうのもそうですし、体の循環が良くなりますので、エネルギーが効率よく発散できる体にしていく、錆びない体にしていくっていうのが大事になりますので、よろしくお願いします。で、今日見て、皆さんすごく楽しそうにできてたんで、いい感じでした。姿勢もしっかり維持できてたんで、まあ、今世の中がいろんなこう変化を起こしている中で、家にいても、なかなかそういう変化に対応できる体っていうのはできないので、まあ、こうやってトレーニングすることによって外部から入れて負けない体、まあ、見えない敵と言われているコロナウイルスで負けない体を作っていきましょう。ではこの動画あとで YouTube に上げますので、こちら確認して自分でちょっとどんな動きやったか見たらしい、まあ、コメントだったり、まあ、感想リクエストを待ってますので、ぜひチャンネル登録と一緒によろしくお願いします。ではまたご参加お待ちしていますので、本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。サンキューです。お疲れ様です。